里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。結構これいつも気になるんですけど、はい、選手って使ってる道具みんな、まあ、まあみんなっていうかメーカーみんな違うじゃないですか。そうですね。佐藤さんだったら Z ですね。Z ですね。とか使ってて、あれってこうどうやって選んでどうやって決めていくのかとか気になるわけですよ。用具メーカーとの関わり方の話ですね。はい。まあね、今だったらまあミズノとか Z とか、あとはアシックス、ローリングスとか、はい、あとはアンダーマンをこう着てるとそうですねとかね、はい、いう時ナイキとか、うん、プーマとかもありましたし、ウェアとかだけだとね、はい、で、まあ、いろんなねメーカーありますけど、はい、まあ、僕の場合で言うと半分ぐらい、まあ、もうちょっとかもわかんないですけど、はい、ぐらいはもうアマチュア時代から契約してる人多いんですよ。あ、じゃあ大学の時からですか。そうです。僕は大学、2年生の時から Z に用具提供してもらったんですよ、はい、へー、全部それってもう Z 側から提供させてくださいって来るんですか。そう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 。すごいですね。で、まあ、でもともと鳴門工業っていう高校が、はい、まあ、Z との関わり合いが強くて、でそれで大学に行って、はい、でその後も、まあ、僕が大学記録作ったり、まあ、こう上がっていく時に Z からもサポートしてくれるっていう話だったから、はい、まあ、お互いウィンウィンじゃないですか、うん、でそれで2年生ぐらいの時からなったんですよ。これちなみに大学生の野球やってる人口ってめちゃくちゃ多いじゃないですか、提供されてるのってどのぐらいの人数なんですか。いや、もうでも人数でいうともう数パー。そうですよね、はい、でも、うん、プロに行きそうな人の割合から言うと、はい、めっちゃ高くなるんじゃない。確かにそうか。相手が、まあ、だってメーカー側も事前事業じゃないから、はい、やっぱりそのだからまあ先行同士だね、うん、プロ行くかも分かんないからプロ行ったら使ってくれるわけじゃん、はい、でそこの先行同士じゃない。なるほど。プロだからならない人もいるし、はい、だ提供してる中でプロ行ってくれたらいいなっていう。そう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 、まあ、だから僕実際、はい、グローブ、はい、人生で1回しか買ったことないんですよ。はい、はい、いやでももうちょっとあれでしょう。いやいや1回だけです。いつですか。え、小学校とか。小学校の一番最初は、はい、親戚のおじちゃんにもらったグローブ持って行ってたんですよね。なるほど、はい、で僕キャッチャーだったんで、はい、小学校中学校のキャッチャーは、うん、部の部費だったんですよ。ファーストミットとキャッチャーミットは特別だから部費で買ってよかったんですよ、はい、だから自分で買わないんですよ、うん、部費でもらって、はい、好きなの買ってきていいよって言って、うん、それで買ってて、はい、であとそのミット使い回しですね、はい、後輩とかも使うんで、うん、で使ってて、はい、で高校に上がるときは、はい、その高校の先生がミットくれたんですよ、はい、だから僕高校2年生ぐらいの時に初めてミット買いました、はい、へー、そうなんですね、はい、もう自分専用のっていう、はいはい、うん、でそれ持って行って、はい、で大学もそれで入って、うん、で今度大学行っても大学の監督がミットくれて一つ、はい、でまあ、それで行ったら Z がついてくれたんで、はい、Z でそこから Z です、はい、めちゃくちゃいいですね。だから1個しか買ったことないです。だって野球の用具って1つ結構値段するじゃないですか。そうですね、5万とかね、しますよね。そうですよ。だからありがたかったですね。めちゃくちゃいいですね。だから親は言ってましたよ、なんか、はい、野球道具にお金がかからないのは本当にありがたかった。いやもう野球になってお金がかかるからってなんか苦労する方も多いわけじゃないですか。だから大学とかの時も手袋とかスパイクとかもなくなってきたら電話して送ってもらっていいですか、はい、ったら送ってきます。へえ、あれ佐藤さんいつからキャッチャーやってるんでしたっけ。小学校の4年生からです。あ、もうそっからずっとキャッチャーなんですね。はは、はあ、でもすごい。だからそっからプロ入ったんで、うん、はい、プロ入っても Z ですね。 Z、はい、であとはその高校生から入る時って、うん、高校自体にSSK だったりとか Z だったり水野とかだったり、はい、そこの高校についてるメーカーあるんですよね、はい、そうなってくるとそのプロ入ったらそのままの流れでその学校の使ってるメーカー、うん、その抱えてるメーカーのまま使う人多いですね。あとは何もない人もいるんですよ、たまに。プロでですか。プロ入ってくるとき、はい、だから学校もの、その他がメーカー、そのまあね、うん、そんな強豪校ばっかりじゃないんで、はい、その抱えてるところとかなかったりするじゃないですか、はい、町のスポーツ店と提携とかもね、あったりとかもするんで、はい、メーカーっていうよりスポーツ店と提携っていう学校もあったりするんで、うん、はい、その大学とかでも社会人でも何も持ってない、何もメーカーを受けてない人が来た時は、うん、球団に一番力のあるメーカーが、まあ、各球団あるんですよね、はい、入ってる、中に入ってる、でそこに頼んでやってあげてって球団が言って、はい、あ、じゃあいいですよって言ってやるっていう。ちなみにプロ野球選手今、まあ、1軍2軍皆さんたくさんいますけど、みんな提供は受けてるんですか。全員受けてます。あ、そうなんですね。でも種類的には、はい、まあ、
細かいところいったら別として、大枠でいうと3種類の選手がいるんですよ、はい、契約体系を、はい、一番下のランク、はい、予算が決められてて、はい、年間の、うん、でその予算内だったらしてくれます。はい、どのぐらいなんですか、その予算って。どうなんだろう、いや、なったことないから分かんないですけど、ね、予算超えると自腹です。へー。あと、はい、バットとかは年間何本って決められてて、はい、でそれを超えちゃうと、まあ、安くはなるんですよ、はい、自腹って、うん、だ結構バットだ折っちゃう方とかもいるじゃないですか。なかなか折れないですね、それ決まってたら。いや、だからまあそれはもう自腹で買うだけですよね。買えばいいって話ですよね。でもまあそんなあの小さくないんで、はい、よっぽどじゃない限りこの予算超えないですよ。ミッド年間10個持ってきてくれとかよ、はい、そんなこと言わない限りよ、普通にやってたら超えないです。なるほど、はい。でもバットが多少足出る人がいるかもわかんないです。うん、はい、っていうのが、まあ、一番下のランクです、はい、でその次のランクが用具提供っていう、はい、その契約の仕方でお金はもらえないです、メーカーから。やっぱ道具はもらえますっていう、はい、うん、これが まあ、これが一番スタンダードですね。道具はあの、まあ、使い放題というか、そう、まあ、提供受け放題ってことですね。まあ、限度はありますけどね、うん、でも、まあ、基本的には用具提供、はい、で一番サイグレードが、はい、お金もくれて道具も無限。お金もらえるんですね。そうだから基本的に分かりやすいのは、はい、そのメーカーのカタログに、はい、里崎仕様とかのミッド、はい、バットとか、うん、そういうメーカーのカレンダー、はい、メーカーのカタログに載る選手はお金もらってます、うん、へー。お金なんかもう払ってでも使ってくださいって思われてるってことですよね。あとはお金払うんで、うん、その要はその権利を使わせてくださいってことですね。あ、なるほど。でこれでだ僕で言うと、はい、里崎仕様モデルってなったら、はい、僕の時は四国ではアホみたいに売れてたらしいんですよ、僕のそのミッドが、はい、っていうので売れるじゃないですか、はい、僕の子供の時は古田さんしようとか、はい、やっぱキャッチャー古田さん見てやろうみたいなね、うん、っていうのでその佐々木賞バットとか、はい、っていうのでその名前を使えるっていう、だ広告費宣伝費みたいなのが込みってことですね。そう、うん、それによって、はい、あのできるんで、それが一番で、その中でも、うん、まあ、いろんなあって、お金もそれはもう下から上まであるじゃないですか、はい、僕も最初よりどんどん上がっていったんで、へえ、契約料も、契約料ってどのぐらいなんだろうな。それはもう完全に人によりますよね。そうですよね。それも一応さんクラスになったらね、はい、下手したらもうね、はい、もうみたいなね、分かんないですけど、単位も分かんないですよね。これはもう人によっても変わりますね、はい、だからもうあのカタログとかカレンダーに載ってる人はお金も発生してますし、はい、あとこのお金も発生して、これアドバイザリー契約って言うんですけど、はい、用具提供アドバイザリー契約、はい、でアドバイザリー契約になるとバットに名前が入ります。へー、自分の入ってるんですね、はい、はい、でもアドバイザリーじゃなかったら名前が入んないんですよ、はい、だからそこももうメーカーの判断なんで、はい、誰が入るか入らないかはもうメーカーの判断、いきなり来ます、はい、今年からみたいな、アドバイザリーで、はい、やってもあの契約料はこれぐらいなんですけどどうですか、はい、みたいな。へえ、嬉しいですね。そうです。でもその代わりそれに契約するとそのメーカー以外使えないんですよ。あ、なるほど、はい、うんうん、バットでも何でも、はい、だからバット忘れても、うん、同じメーカーの人のバットを使わないといけないですよ。あ、だから前なんか事件もありましたね。そうですバットとかで用具忘れてきちゃって、はい、で僕は今引退してからも、うん、はい、Z とアドバイザリー契約を結んでるんで、はい、僕は引退してからも Z のメーカーしか使わない、はい、だからポロシャツもいつも Z とそうあ、なるほど、はい、だ表に出るときはもう Z ですね。 Z なんですね、はい、全て、はい、ちなみにこれ私噂で聞いたんですけど、なんか一流選手はこうじゃあ手袋はどこ、うん、なんかインナーはどことか、うん、全部なんか変えられるって噂聞いたんですよ。そうですね、だからやろうと思ったら、はい、そのバットはどことかグローブはどこって道具ごとにメーカーを契約できるんですけど、はい、でもメーカーによったら全部しないとうちはできませんって突っ張られるメーカーもあるんですよ。なるほど、うん、でも、うん、単発でもいいから使ってほしいっていうメーカーもあるんですよね、はい、でも僕は部分ごとはあんまり好きじゃないんですよ、はい、そのやり方が、うんうん、そのまあ大きく言うとね、はい、まあ、古いかも分かんないんですけど、はい、じゃ僕だと大学のプロ行くかどうか分かんない時から Z やってくれてたわけですよ、うん、でプロ入っても1軍定着できたのは5年目ですよ、はい、それまでもね鳴かず飛ばずなのにやってくれてたわけじゃないですか、はい、そんで一流になったからっていやもう全部Z で使うのはこことここ他は好きなの使いますって、はい、ちょっと人としてどうなると思うんですよ。あ、まあ恩義というか礼儀というか、そうなんか古い、ね、考えかも分かんないんで、うん、いやそんなビジネスで考えたら、はい、全部行くよっていうのが当たり前かも分かんないですけど、うん、
僕はそういうのがもう好きじゃないんですよ、はい、今までやってくれてたんやからね、うん、でしかももしね道具ねスパイクとか部門によったら、はい、得意な部門と不得意な部門ってメーカーあるじゃないですか、はい、でそれがもしね不得意な部門がこれ納得できひんから違うメーカー履きますとか、はい、違うメーカー使いますって、いやそれはアドバイザリー契約してるアドバイザーとしてどうなんと思うんですよ。それがもしねその道具がねいやこう綺麗事かも分かんないけど、はい、道具がもしそれが不本意なものなんだったら、うん、言ったら改善してくれるんですよ。アドバイザーはもうちょっとこうやってやってくださいって言ったら全部改良してくれるんですよ、うん、だからそれだったらメーカーと一緒にその部門が良くなるように協力していくのがアドバイザーの仕事じゃないのっていう。そうですね、うん、だから要はメーカー側っていうのは道具を提供してくれる、うんね、あの選手側っていうのはその生のデータを提供する、はい、もうちょっとこうやってした方がいいですよ、もうちょっとこうしてくださいよってそこのメーカーの技術が上がるわけじゃないですか、はい、アドバイザーですもんね、うん、これが僕は選手の役割のもう一つの、まあ、活躍するのはもちろん、はい、もう一つの技術向上に向かうための助言をアドバイス うん、をするのも僕は一番大事な部門やと思うんですね。だから足りない部門だとそう言って改善してもらえばいいやん、それも仕事なんじゃないの、はい、それをねこれできないから違うメーカーします、まあプロだから、うん、結果出さなきゃいけない、怪我したきゃいけないから、はい、まあ分かるよ、うん、けど僕は好きじゃないっていう、うん、なるほど、そのやり方がだからもう全身 Z だったってことですよね。そう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 、うん、人間だからみんなね、うん、いい時もあれば悪い時もあるだけ、はい、でもねいい時ばっか好き勝手やってると悪い時になった時に誰も助けてくれないよって、うん、さーって引いていったらどうすんのやっていう、はい、でまあ僕はね結局ありがたいことに引退してもね Z はねそんな温かくそうやってやってくれてるしねっていうのもね、はい、あるじゃないですか。だからそういうのはできないんだったらそれを選手がやらなきゃいけないしっていうのもあるんですよね、はい、あの提供される用具ってちなみに何種類ぐらいあるんですか。だって僕だったらね、はい、バットで手袋、はい、変わってね手袋でスパイクでミットですね、ミットでキャッチャー道具ですね、うん、でアップシューズですね。アップシューズとかもあるんですね、はあ、はい、でそれでそれとあと人工芝用のスパイクもあるんですね。はあ、ソックス、スパッツ、はい、アンダーシャツ、あ結構ありますね。で T シャツ、はい、短パン、はい、ジャージ、ウィンドブレーカー、はい、であと、まあ、ダウンジャケット的なメーカーによったら、はい、あそういう T シャツとかそういうところまで補助してもらえるんですよ、はあ、提供、はあ、そうかもポロシャツもそう、はあ、だからもう全部スポーツウェア全部です。へえ、逆にないのがないです。あそうなんですね、はい、メーカーによるとその金額が決まってるメーカーあるんですけど、はい、そのアドバイザーでも、はい、でもアホみたいに高いですよ、はい、もう使っていい額が使い切れないぐらいの、もう絶対使い切れないぐらいの幅があるんですけど、はい、その枠内だったら、はい、あのショップ行って、はい、何でも好きなのもらって帰れるし、いいなそのブランドの言ったら、はい、だからゴルフクラブとか、それももらえるんですか。だからそのメーカーのだったらね、はい、じゃあ佐藤さん結構ゴルフクラブとかも使ってます。 Z はゴルフとかないんで。あ、そうか、はあ、だからメーカーによるっすよ。はい、でそれもゴルフメーカーがあるからって全部のメーカーじゃないですよ、はい、僕が知ってる一つのメーカーは、はい、そういうのだってそれもらって、この前もらってきたわって言ってた人いましたもん、予算ないから。だから年末になって予算が余ってたら、はい、余ってる額聞いて、はい、その余ってる額がなんか買いに行ってましたよ、ゴルフに使うっていう。そうそう、だから使っていいんですよ。まあまあいいんですもんね。しかもそこのメーカーのやつだから、はい、っていう人たちもいました、はい、用具ってこう一つ一つ高校生の頃とか買ったり、うん、お金かけて買ったりするものじゃないですか、うん、いやプロ野球選手ってすごいなって思いますよ。そうですね、だからお金もらえるようになってカタログ乗ったらやったなって思います、はい、そうですね、広告塔ですからね、はい、はい、いやちょっとこれ画面とかにも映るわけじゃないですか結構、うんうん、あこの選手ってどこかなとかあのちょっと見たくなりますね。そうですね、だからまあ、でも見たらすぐ分かりますけどね。あ、分かるんですか。だってメーカー書いてるし、書いてます、書いてます。違うの使ってるかな、一緒かなとか確かにね、部分ごとに違うのかなとかね、はい、まあ、僕は好きじゃないっていうだけですから。でもじゃあそういうのがいいっていう人もいるかもしれない、ね、そう、あとはもうご自由にしてくださいっていうね、はい、でもまあこんな感じですね、はい、メーカーはね、金額はね、人によって違う。すっごいもらってる人もいれば、アドバイザーでもすっごいちょっとの人もいるし、はい、っていうのも、でも人によって違うんで、はい、あの自分のことしか分かんないんですけど、さすがに契約の内容だから言えないでも結構くれます、はい